見た目も立派だけど、中はもっと豪華だな。しかも、あちこちモラだらけだ。テイワットのモラが全部ここで作られてるなら、少しくらい失敬してもバレたりしないよな。罠だったのか。危なかった。助かったぜ。もらえなくても至近距離で眺めるのは大丈夫だよな。できれば中で眠りたいな。モラのお布団、いい夢が見れそうだ。そうだ、大事な用があるんだった。にしても静かすぎないか。先祖の亡骸は大事なものだろ。あれ見ろ、なんだあれ。嫌な予感がする。早く先祖の亡骸の状況を確認しよう。案内人としての使命を果たしたのに、なぜ自ら渦中に飛び込むんだい？誰だ？君たちがファデュイなら女皇から報酬をもらえるかもしれないが、残念ながら今の君たちはただの邪魔者だよ。君たちのおかげで俺は苦労せずここを見つけられたけど、今更俺を止めようと？無駄だよ。モラの製造を止めてまで先祖の亡骸を隠すだなんて、七星も本気だな。まさかお前も神の心を狙ってるのか。ファリュイの第11位の執行官として、俺は氷の女皇の意志に従う。女皇が欲するものは必ず手に入れる。誰かの許しはいらない。本気なら俺を止めてみろ。取引や駆け引きの時間は終わった。小細工を使うのは好きじゃないが、女皇のために俺は我慢したよ。ここからはもっと単純で楽しいことをしよう。戦いだ。戦い？まさか喧嘩が好きなのか。そうだね。宿女はモンドの大聖堂で神を襲い、そして足早に姿を消した。君と戦うよりも氷雪で君の行動を封じたのは、戦いの音で騎士たちが集まるのを忌避したからだ。強者に対して彼女は利益や勝ち負け、その後の影響を優先する。だが俺が執行官になった最大の楽しみは、強者と戦える点にある。モンドの滝みたいに思い通りにはさせないぞ。ああ、やってみるといいさ、旅人。俺は君を殺さない。俺は戦闘の快楽を味わいたいだけなんだ。君は俺に勝てない。だから勝ち負けではなく、俺と同じ戦いを楽しめばいい。そういえば理解できるかな。よし、君もその気なら俺を楽しませてくれよ。せっかくのチャンスだ、実力を見せてくれ。ファリュイの執行官と戦うなんてめったにないぞ。気を読み違えてみよう。失望させないでくれ。実にいい力だ。大罪なんだ。来るな。悪くないね。バーバラ、一等。どこに行く？もう逃げ足が早いようだね。少しは成長したようだ。俺相手によくここまで持った。これほどの実力、道理
りで淑女が君を警戒するわけだ。俺の本気を出させてもらうよ。俺の本気は君にとって少し乱暴かもしれないけど、執行官の力を前に君がどこまでやれるか見せてくれ。いやどこを見てる。権限すりつぶすよ。いやみんなを守るからね。いやだ。やるじゃないか。いやと、こうやって無駄だ。せい。ああ、その剣筋確かに面白い。だが、ここまでだ。君、案外やるね。劣勢を利用して戦闘の力に近づいた。新兵みたいに慌てるな。こんなの戦場のベテランにとって朝飯前だ。ではモレクスの神の心は俺が。なるほど、予想外だ。